皆さんこんにちは。ボルテックスファクトリージャパン開発部のしじまめいです。本日は戦車設計シミュレータースプロケットで遊んでいきます。で、すでに戦車完成しちゃってるんですよね。こやつはボルテックスファクトリージャパン製陸上戦闘用無限機動装甲車ボルト5です。最大の特徴として可能な限り車体を低くし、ほぼ全面が傾斜走行になっています。そのため確実な被弾軽視により攻撃を無力化することが可能です。また砲塔全面に 200mm 走行が使用されています。これにより遮蔽物から砲塔のみを露出させて攻撃する際にダメージを大きく軽減できます。ただし、こやつにも弱点があります。なんと背面走行が 5mm しかありません。機動性確保のため仕方なかったのですが、背面に流れ弾がかすったら戦車が爆発します。主砲の口径は 100mm です。砲身長を長くすることで弾速を速くしています。使用弾薬は通常の AP 弾です。それでは試運転をしてみます。速度をチェックしてみましょう。加速中。最高速度は時速約 25km です。それでは傾斜走行の力を見てみましょう。チー肩始め。はい、めっちゃ弾かれてますね。長距離戦だと敵弾の貫徹力が落ちるので、相当強力な手法じゃない限り無効化できます。ちなみに近接戦の場合はボルト5の車体がかなり低いです。砲塔が高い位置にある敵戦車だと弾自体が当てられないことがあります。ですので遠距離戦と近接戦どっちにも対応できます。それでは実戦スタートです。正面のなだらかな丘を遮蔽物として利用していきます。こちらの戦車は車体が低いため敵戦車からの攻撃を丘で防げます。また見えたとしても走行の厚い砲塔しか敵からは見えてないって状態に持ち込めます。敵車両死人チー肩始め。撃破完了。外しました。撃破しました。2台目です。弾いてますね。さすがに当たらんか。交代します。なんだ。3台目撃破。4台目撃破。弾かれた。この辺薄そうだな。よっしゃ5台目。
やつらは激弾みですね。おっと、見つけたぜ。車体を隠します。6代目を倒しました。けー、7代目。これで敵は残り1台のはずです。見つけたぜ。発射！やりました。全敵車両撃破です。ボルテックスファクトリージャパン軍事部の次期主力戦車はこいつで決まりですね。皆さんもスプロケット面白いのでぜひ買ってみてください。ご視聴ありがとうございました。のしのし。